はい、どうも、ゆうすけです。今回は、ザシアンのレイド対策についてお話ししていきたいと思います。まず、このザシアン、出現期間が非常に短いです。出現期間は、8月の20日金曜日の朝10時から、8月26日木曜日の朝10時までとなっております。6日間しかない点に注意してください。ザシアンには、歴戦の勇者と剣の王、2つのフォルムが存在します。今回出現するのは歴戦の勇者のザシアンとなります。この歴戦の勇者のフォルムのザシアン、フェアリータイプとなっております。よって弱点は毒と鋼になります。毒タイプ、鋼タイプのポケモンの中で一番効果力を出せるのはコメットパンチのメタグロスとなります。ですのでコメットパンチのメタグロスを持っている方はそちらを当ててください。コメットパンチのメタグロスを持っている方はそれを迷わず当てていけばいいのですが、ではコメットパンチのメタグロス以外の対策ポケモン、どのようなポケモンがいるのか。まずはメタルクローアイアンヘッドのディアルガでございます。ディアルガ、直近のレイドバトルで出現していました。おそらく持っているという方多いのではないかと思います。そのディアルガの技を鋼タイプの技メタルクローアイアンヘッドにして、そして今回のザシアンに当てていきましょう。次におすすめなのが毒好きヘドロ爆弾のロズレイドでございます。このロズレイドも普段は草タイプのアタッカーとして大活躍するポケモンとなりますので、ですので強化ゾーンのないポケモンとなります。そしてメタルクローアイアンヘッドのドリューズもおすすめです。ドリューズも普段は地面タイプの高火力アタッカー、そしてマスターリーグでも活躍するポケモンとなりますので、このドリューズも強化ゾーンのないポケモンとなります。またバレットパンチアイアンヘッドのハッサムもおすすめです。ハッサムも虫タイプの高火力アタッカーとなりますので強化ゾーンのないポケモンとなります。ですがコメットパンチメタグロスが手持ちに十分あるという場合はコメットパンチメタグロスガンガン当てる感じで大丈夫だと思います。このザシアンなのですが、硬い部類の伝説のレイドボスになることが予想されます。よっておそらく2人討伐は不可能と僕は踏んでおります。おそらくコメットパンチメタグロスを揃えた人で3人、そうでなければ4人以上必要になるのではないのかなと個人的には予想しております。ですので人数をしっかり揃えて、そして組めるのであれば対策パーティーもちろんしっかり組んだ上でこのザシアンレイド望んでいきましょう。伝説レイドはおすすめパーティーで入っては絶対ダメ。必ず対策パーティー組むようにしましょう。コメットパンチメタグロスです。もう一度言います。コメットパンチメタグロス、コメットパンチメタグロスです。弱点毒鋼です。しっかり毒鋼のポケモンを出して弱点をついていくようにしましょう。収録後にザシアンの技情報が判明いたしましたので補足説明させていただきます。まず最小討伐人数です。民北さんで具体的なシミュレーション出せるようになりましたのでそれを元に解説いたします。最小討伐人数はやはり3人となりますが、ただコメットパンチメタグロスを全員が持っていない場合は3人討伐非常に厳しいというシミュレーションの秒数となっております。ですので全員がコメットパンチメタグロスを持っている場合は3人、そうでない場合は4人以上必要とお考えください。続いてザシアンの技です。技1にバークアウトがあるのがでかいですね。で技2はジャレツクアイアンヘッドワイドボートインファイトと、全体的にやはり PVP 向けの技となっております。おそらくマスターリーグの環境入りするのではないかと個人的には予想しています。技はバークアウトジャレツクインファイトが標準的になるのではないかと予想しております。ちなみに技1にタイプ1のフェアリー技がないので、ですのでレイド用の戦力としては微妙になると思います。僕のフレンドさんがマスクラのシミュレーションを送ってきてくれたんですけども、ギラティナオリジンには勝ちますね。でディアルガにも勝つと、マスターリーグの主要なやつに結構勝つんですよ。でルギアにも勝ちますね。うん、優秀優秀、ザシアン優秀っすよ。でメルメタルには微妙なとこなんですけども、でもインファイトが決まればワンチャンありますよね。こんな感じでマスターリーグやマスターリーグクラシックで活躍するんじゃないのかなと思われるザシアンでございます。短いレイド期間ですが頑張っていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。